さあ始まりました車の話坂戸店のコーナーです。よっ、ひろきさん、またも出張ですよ。もうね、5回連続ぐらい出張なんで、はい、もうぶっちゃけ出張がメインなんじゃないかな。はい、我々は出張部隊ということですね。だほとんど本社にいないということですよね。はい、そうなんです、はい、というわけでですね、今日はなんとまた坂戸店を飛び出して、はい、筑波サーキットにやってきました。まあ初めてじゃないですか。初めてです。坂戸店コーナーとしては、はい、初めてのサーキットです。はい、はい、というわけで今日はですね、うん、ボッシュカーサービスの総合会にありがとうございます。お邪魔をしております。すごい、いろいろな車いますからね。いや、なんかだって俺ブルーバード見ました。ブルーバードレトロな車もいれば最新のバカ車もいるし、なんだこの総合会は。ブルーバードから35 GTR まで幅広いラインナップでお送りしている今回の坂戸店でございますけども、はい、180台いるらしいです。ヒロさん、うん、今日はですね、なんだ、あなたに一言言いたい。何、本当に早いんですか。あー、また始まりましたよ。だいたいね、ピピ騒ぐんですよね、はい、遅いとピピ騒ぐんですけど、おい、やれ、横に乗れば。タイミングが悪いですね。タイミングが悪いですけど、はい、まあ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 、はい、ちょっとやっていきましょう、はい、ということで何、何挑戦したいの。いや、そうなんです、あの、今まで、はい、あのね、ひろきさんにいろいろご招待いただいて、あのね、助手席に、はいはい、乗っていただいて、お前危ない、お前危ないとよく言われ続けてきました。危ないからも散々言われてきました。でも本当にバトルしたかったら、まあ軍祭だよね。まあまあ、でもね、キャンプ譲って安全な方でやっていきたいんで、はい、というわけでですね、なかなかですね、ちょっとうまくいかないんですけども、はいはいはい、今日は筑波サーキットでタイムアタック対決をしたいと思います。どっちが早いのかね、これは負けられないですよ。僕だって一応世界チャンピオンですよ、グランツーリスモ。グランツーリスモね、今年も行きますよ。なんぞのもんやってとこっすよね、はい、グランツーリスモのチャンピオンが、はい、俺もう全然乗れないと思ってますから。おっ、ちょ、煽ってますから。グランツーリスモでここ何千周したと思ってるんですか、ヒロさん。そう、そうね、シミュレーターがいくらできようと、はい、まあまあまあ、あれです。本番には勝てませんよ。まあ、これは言いましたよ、はい。というわけで、じゃあ早速バトルの方に行きたいと思います。いいタイム見させてもらいますからね。見といてください。3、2、1、スタート。はい、アタックが終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。だんだん寒くなってきました。寒いですね。雪降るんじゃないですか。はい、はい、というわけで、はい、結果の方をね、見ていきたいと思うんですけれども、まだウォームアップだから。ウォームアップ、ウォームアップですか。そう、ウォームアップだ。これから本番ですからね。え、
これから本番ですよ。今本番だったんですよ。まずひろきさんからタイム。1分07秒717。はい。はい、1分7秒717ですね、はい、で僕のタイムが1分6秒832でございます。まあウォームアップですからね。始めました。次のあれラップでもぶち抜きますから、バーン。ひろきさん楽しみにしててください。勝負1回ですよ。え、嘘。本当にだって俺今日初めて乗ってさ、はい、あなた普段乗ってるじゃない、筑波のライセンスとかで。っていうことで何何挑戦したいの。シミュレーターがいくらできようと、はい、まあまあまあ僕ライセンス持ってないですよ。あれ前なんか乗ってなかったっけ。ライセン A 級ライセンス取るのに乗りました。ほらちょっとやっぱねちょっと習熟度の差が出てしまったんでね、これからもう一本男の泣きの1回でやってみたいと思います。なんか随分あれですね、上から来ますね。ええ、あれちょっと悔しいですね。ちょっと悔しいですね。ちょっと、はい、山田さんをちょっとギャフンと言わせて今日は終わりたいなと思うんですけど、ギャフンというの俺かもしれないです。はい、ということでまさかのひろきさんからのリベンジマッチがありましたので、ひろきさんにはもう一本走っていただこうと思います。一本。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。ありがとうございます。本当に多分誰も予想してない。確かになんでやるみたいな。